では、第二次予選の2日目、モーニングセッションのレビューを原先生と一緒に森岡さんと語り合いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず本日の、午前の一人目は、はい、ロシアのマリア・クリティーナさんでした。はいはい、で彼女は一次予選で、はい、珍しくブーホルツの作品を4つ弾いて、一番最後にフレイエルを1曲だけ弾くっていう珍しいな。ブーホルツをとてもうまく使って。で、前奏もたくさん入れていらっしゃったんですけれども、はい、二次予選ではプレイエル1台のみに絞られました。はい、で、プレイエルに絞られたんですけれども、とにかく美しい音を保ち続けることが彼女の特徴で、はい、特にワルツとマズルカですね、はい、前奏も付加しておりましたけれども、 そういう工夫をしながら、はい、便音を保ち続けるという、はい、そういう良さだったかと思います。はい、かなり古楽を勉強してらっしゃる感じです ね。楽器の扱いが先生も前回のファイナリストであるドミトリアブローリニンとか、はい、あるいは審査員であったアルケセ、はい、リュービンも、そうですね、はい、いろんな先生についていて、はい、本当にこうフォルテピアノの専門家が弾いたなという、そういった演奏だったかと思います、はい。で、その後に続きましたのがこれはマルガリット、彼は、スペインの、はい、ピアニストですね。はい、彼はですね、こう奇抜なことっていうのを全然しないんですけれども、こう繊細さとこのテクニックのバランスがものすごくいいピアニストだったと思うんですね。で、今回はその、規模の割と小さな作品からソナタに、はい、規模の大きな作品へつながる方が多かったんですけれども、ソナタから入りましたね。そうなんですか。彼は珍しく大きな、はい、作品から弾き始めて、はい、それでもやっぱりしっかりこうなんて言ったらいいんですか、彼の持ち味みたいなものが、はい、保たれている、はい、そこが素晴らしいと思いましたが、いかがでしょうか。はい、そうですね、ソナタからドンと入って、はい、それからこうちょっとプレリューディングというんですか、ちょっと即興的なはい、こうフレーズを前に置いてワルツというような、はい、ちょっと面白い構成でした ね。午前中はとにかくプレジャー前奏を入れられるピアニストが多くって、3人目の方も、同様に3人目のマルティン、はい、オーストリアのマルティン・ヌーバウアーさん、そうですね、はい、彼はパベル・ギリフに指示をしていて、はい、もうそれこそもう名だたるピアニストに、はい、アレクセイ・リュビモフでしたりだとかアンドラシュ・シフでしたりとか、いろんな人から指導をいただいている、はい、ピアニストですけれども、とにかく一次予選ではブロードウッドをね、ものすごく美しく響かせていたのが私は印象的に思いました。はい、それに対して二次予選では、はい、プレイエルの1842年とあとエラールの1838年、はい、このピアノを選んだことで結局合計4台のピアノを1時と2時で弾き分けたことになるんですけれども、はい、1曲目 のマズルカがエラールでした。はい、素晴らしい演奏だったと思います。はい、本当に深い音色を引き出して、こう本当にニュアンスに富んだ美しい演奏でしたね。装飾音も綺麗でしたし、はいはい、本当にこう次のなんて言ったらか、演奏を聴きたいなと思わせてくれるような、そういった演奏だったと思います。それと、本当にヨーロッパの香りがするというか、そうですね、演奏に本当に素敵なピアニストで、でしたね、ぜひまた演奏が聴きたいと思います。はい、で、最後がですね、午前最後は、ポーランドの期待の星のピオートル・パブラク期待に応えましたね。はい、そうでしたね。素晴らしい演奏だったと思います。はい、地元のとにかく声援が最初の拍手からすごく大きくって、彼、もちろん声援は嬉しいんでしょうけども、その分プレッシャーになるんじゃないかなって思ったんですが、しっかりと弾いて、美音と美しい音と、テクニックのバランスの良さもそうですけれども、とにかく成長っていうのが彼は見られますよね。そうですね、21年のショパンコンクール、はい、二次予選まででしたかね。はい、はい、その時も大変いい演奏をなさっていましたけれど、はいはい、また本当にこう成長し、ね、してこうなんか自分のようやっとこう
ピリオド楽器で演奏することで自分の演奏スタイルっていうのを見つけたような、うん、そういう印象を受けました。そうですね、本当にあのこうちょっと変わりましたね。今回のコンクールでようやっとこう、はい、彼自身の一番いいところっていうのが出せたんじゃないかなっていう、うんうん、そんな風に思います。そう思いますね、はい。あのだいぶ音楽を勉強している感じでしたね。そうですね、自然にあの、はい、そういう前奏を入れたり、はいはい、そういうことで、はい、午前の部が4人ともとにかく素晴らしいあの演奏でしたので、あのファイナルの日数誰が進むのか、あのすごく注目したいと思います。あの月刊ショパンの、視聴者、あこの YouTube チャンネル視聴者の皆さん、引き続き、この後もですね、午後の部がございますのでお楽しみください。どうもありがとうございました。はい。